はい。鍋の最後の締めに増水するやんか。その時そのバレへんぐらいの感じでちょっと肩こりを軽く止めて、もうバレへんぐらい、ほんまかっこ、それこそほんま隠しトロミみたいな、隠しトロミ、もう全然バレへん感じでな、やんねや。ほんだらむっちゃうまいね。こう卵がな、綺麗に咲いてくれるかな。だからとろみ好きやね。とろみはしょこっと気持ち入ってた方がっていうのがあるからな。それ俺と同じ技使ってんのかな。じゃないの。ああそう。だからちょっと鶏の出汁自体にもそういうちょっとしたなんかコラーゲン的なとろみがあるんかもな。なあ。気持ちとろみが好きやな。